こんばんは、ジュリーです。今日も YouTube をご覧になってくださってありがとうございます。今ですね、概要欄から LINE の友達を募集してます。 YouTube では話さない深いお話をさせていただいてますので、ぜひお友達になってください。チャンネル登録の方もお願いします。今日も一言あります。では今日はですね、モテオくんのカレムシ持ちがいるかを見抜く方法というお話をさせていただきたいと思います。で、婚活女性っていうのは実はね、彼氏がいても婚活している子っていうのは残念ながら結構いたりするんですね。まあ逆もしかりですけれども、っていうのがやっぱり結婚をしたいと思っている女性っていうのは、その彼氏、今いる彼との結婚が不安、もしかしたら結婚してくれないんじゃないかなと思ったら婚活するんですよ。で、結婚してくれそうな人をね、探している場合ってあるんですよね。でもそうなるとやっぱりハードル高くなってきたりしますので、彼氏持ちかどうか、彼氏がいるって言ってもいないって言うから、そういう子は、見抜く方法っていうのがあるんですけれども、それはですね、土日ですね、土日に、会える子っていうのは大体はね、彼氏がいなかったりします。で、土日に会えない、で、基本的にサラリーマンがね、多いと思うんですけど、土日休みの、土日会えない、土日はちょっと忙しいみたいな子っていうのは若干、まあ、全員じゃないですよ、もちろん彼氏が平日休みかもしれないから、若干怪しいなって思った方がいいです。それをね、目安に、ね、土日、あまりにも土日会えないとちょっとおかしいなとかね、そういうところを指標にしてみるといいんじゃないかなと思います。ではですね、後から出ますけれども、メルマガから5つの動画をプレゼントしてますので、ぜひ受け取ってください。概要欄から LINE の友達を募集してます。 YouTube では話さない深い話をさせていただいてますので、ぜひお友達になってください。メルマガ、LINE、そして YouTube のチャンネル登録の方もお願いします。で、この間もね、お話すいません、させていただいたんですけれども、LINE のお友達はね、引き続き募集をするんですけれども、毎日ね、私が音声配信をしていて、本当にね、彼女がそれだけでできた、無料なんですけど、できたっていう人とか、あとは、収入が上がった人とか、あとはもう上司とか奥さんとの関係が良くなったっていう人がいるようなね、音声を配信させていただいてるんですけれども、それがですね、もう4月いっぱいぐらいから結構 LINE でね、毎日送るのが厳しくなってしまいましたので、メッセンジャーでですね、 Facebook のメッセンジャー、 Facebook に登録している方だったら私からね、直接毎日音声が届いて、感想をくれた方は私から何かしらのアクションをね、私がちゃんとやってますので、ぜひぜひ登録していただければなと思います。概要欄にね、やり方書いておきますので、ぜひぜひチェックしてみてください。では今日も一日お疲れ様でした。ゆっくり休んでくださいね。また明日。